いたしました。毎度市営バスをご利用くださいましてありがとうございます。このバスは124系統鈴木ふれあいの丘行き、ララポート横浜西経由、高山団地中央行きでございます。次は鈴木区総合庁舎、鈴木区総合庁舎でございます。お客様にお願いいたします。優先席付近では本日時にはスマートフォンなど電波を発信する状態にある機器の電源をお切りください。それ以外の場所ではマナーモードに設定の上通話はお控えください。また音声はイヤホンなどをご利用いただき音漏れにご配慮ください。車内マナー向上にご協力をお願いします。市営バスから車内事故防止のお願いです。走行中はやむを得ず急ブレーキをかけることがありますので、お立ちの方はつり革、手すりなどにおつかまりください。また席を立ったり移動したりすることは非常に危険です。バスが完全に停車してから席をお立ちください。お客様のご協力をお願いします。皆様のご理解、ご協力をお願いします。車内での飲食は、他のお客様のご迷惑となる場合があります。車内での飲食は、お控えいただきますようお願いいたします。車内マナー向上にご協力をお願いします。
影橋、絵掛け橋でございます。はい、次となります。安全のため扉が開いてからお待ちください。ご乗車誠にありがとうございました。お待ちもとご注意ください。発車します。ご注意ください。次は鈴木ふれあいの丘駅、鈴木ふれあいの丘駅でございます。丁寧な治療の三井歯科クリニックは鈴木ふれあいの丘駅、駅前広場に面した1階、オレンジ色が目印です。はい、次とあります。地下鉄鈴木ふれあいの丘駅です。安全のため扉が開いてからお待ちください。鈴木ふれあいの丘駅です。交差点左曲がります。左側に2番乗り場地下鉄鈴木ふれあいの丘駅、横浜市地下鉄グリーンラインを乗車誠にありがとうございます。少しお待ちください。次は大丸、大丸でございます。市営バスから車内事故防止のお願いです。左曲がります。走行中はやむを得ず急ブレーキをかけることがありますので、お立ちの方はつり革、手すりなどにおつかまりください。また席を立ったり移動したりすることは非常に危険です。バスが完全に停車してから鈴木ふれあいの丘駅近くまで左曲がります。お客様のご協力をお願いします。小型犬や猫などのペットを連れてバスにご乗車されるときはペット専用のケージをご利用ください。お知らせなければ大丸通過します。次は夕焼け橋、夕焼け橋、はい、次とあります。グランドウル地下前でございます。安全のため扉が開いてからお立ちください。
夕焼け橋ご乗車ごとにありがとうございました。お足元ご注意ください。次は川和富士公園入り口、川和富士公園入り口でございます。安全のため扉が開いてからお立ちください。ご乗車ごとにありがとうございました。お足元ご注意ください。川路公園入り口です。次は川和中学校前、川和中学校前でございます。高中学校の前だ。ちょっとお注意ください。次は川和台、川和台でございます。ご乗車ごとにありがとうございました。お足元ご注意ください。川台です。高山の中央行き120件といらっしゃいませんか。中扉閉めます。前扉閉めた足元ご注意ください。次は加賀原、加賀原でございます。安全のため扉が開いてからお立ちください。
はい、通ります。次は石橋、石橋でございます。お客様の健康を守るため、バスターミナル、バス停留所での全面禁煙にご協力をお願いします。安全のため、扉が開いてからお立ちください。はい、ご乗車ごとにありがとうございます。楽しみにお待ちください。はい、石橋です。はい、左曲がります。次は、カエド、カエドでございます。はい、左曲がります。安全のため、扉が開いてからお立ちください。はい、ご乗車ごとにありがとうございました。お足元ご注意ください。次はララポート横浜西、ララポート横浜西でございます。はい、次があります。ララポート横浜西です。ララポート横浜へお越しの方はこちらでお降りください。安全のため扉が開いてからお待ちください。ご乗車ごとにありがとうございました。次は籠池大橋、籠池大橋でございます。はい、次止まります。進行中、事故防止のためやむを得ず急停車することがあります。お立ちの方はつり革、手すりなどにおつかまりの上、スマートフォンなど機器の操作はお控えください。鴨居駅へお越しの方はこちらでお降りください。小型犬や猫などのペットを連れてバスにご乗車されるときはペット専用のケージをご利用ください。安全のため扉が開いてからお立ちください。鴨居駅、次のバス停でお降りください。次、鴨居大橋です。JR 横浜線鴨居駅、ご利用のお客様は、こちら鴨居大橋のバス停通りです。笹山団地行き124系と、ご乗車誠にありがとうございます。鴨居大橋では、中村通りです。次は、ありがとうございました。中村通り、中村通りでございます。市営バスからのお願いです。
ったバスのすぐ前や後ろを横断することは非常に危険ですのでおやめください。お客様のご協力をお願いいたします。川越教師南学校博士長聞いてます。高山南市駅は鴨居町、鴨居町でございます。内科、外科、小児科、鴨居病院へおいでの方はこちらでお降りください。この先カーブが続きますのでご注意願います。安全のため扉が開いてからお待ちください。ご乗車ごとにありがとうございました。お足元ご注意ください。次は地蔵前、地蔵前でございます。はい、乗ります。ご利用の方はこちらでお降りください。市営バスからのお願いです。降りたバスのすぐ前や後ろを横断することは非常に危険ですのでおやめください。お客様のご協力をお願いいたします。安全のため扉が開いてからお待ちください。ごとにありがとうございました。次は辻山、辻山でございます。市営バスから車内事故防止のお願いです。走行中は席を立ったり移動したりすることは非常に危険です。バスは完全に停車してから席をお立ちください。安全のため扉が開いてからお立ちください。
ご乗車誠にありがとうございます。次は回ります。次は回ります。次は回笹山でございます。進行中、窓から手や顔を出すことは危険ですからご注意願います。知らせなければ支えますと言いたします。次は上杉田町でございます。はい、ただいま。安全のため扉が開いてからお立ちください。次は笹山団地入り口でございます。はい、回ります。安全のため扉が開いてからお待ちください。はい、失礼いたしました。次、上杉田中学校前です。上杉田中学校前でございます。市営バスではバスターミナルや車内の警戒を強化しております。警察官または乗務員にお知らせください。お知らせしてください。では笹山団地入り口でございます。笹山団地でございます。安全のため扉が開いてからお待ちください。ご乗車誠にありがとうございました。笹山団地です。次は笹山団地中央終点でございます。毎度市営バスをご利用くださいましてありがとうございます。どなた様もお忘れ物なさいませんようご注意願います。笹山団地中央終点でございます。
申し訳ございません。校舎の付近、救急車止まっております。手前となります、こちらで校舎扱いとさせていただきますので、ご了承ください。大変申し訳ございません。ありがとうございました。